善悪工業の直にワセリンローションはクリームのような働きでお肌しっとり、世界が友達です。住友ビザカード。テレビはナショナル決めた。アパートマンション情報がおしゃれになった。新装館特別公開の京都、新幹線でどうぞ。私でございます。垂れないアロンアルファです。アロンアルファゼリー状瞬間。10年前に父が達成したホールインワン、今は僕も父の感動が理解できる。会員権は信頼の11ゴルフ。11ゴルフ。シーチキンは羽衣だけです。セダンディミラージュフォードアセダン誕生。快適フォルム、快適性能のセダンです。部長さんの、八百屋さんの、デザイナーさんのファクシミリがある。選べるあなたは何屋さん。一人一人のネファックス。ワン、ツー、スリー、エニッシー。粗挽きネルドリップ方式。ジャイブ、粗挽きネルドリップ方式。うん。キリンの缶コーヒー、ジャイブ、新発売。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。街を騒がすうまさです。日清中華食堂五目麺、新発売。肌のキメ、メイクをするとわかります。キメが乱れるとここにメイクが引っかかるんです。指がスーッて滑る肌、キメを揃える花王ソフィーナの基礎化粧品。母のレモネードがあったかい朝、美味しさもビタミン C も本物が一番。絞ってください。サンキストレモン。じきに治って。じきに治って。風邪に善悪工業のじきによく効きます。ありがとう。静かな京都、特別公開の京都、新幹線でどうぞ。甘くて大きいいちごです。博多豊の家。うまかったよ。博多豊の家。新しい音の世界を織りなす磨き抜かれた感性と技、時代を超えたライフスタイル。これからのアパートマンション、フォーワンがお世話いたします。フォーワン。テンプスタッフはビジネスウーマンの登録集団です。自分を生かす新仕事システム、テンプスタッフ。世界が友達です。住友ビザカード。関西新うどん、関西新うどん、関西新うどんと5分言うと
関西新うどんは美味しくなります。新しい関西新うどん。健康な肌って涙が真珠みたい、崩れないんだって。ビオレ洗顔フォームは汚れをすっきり落として潤いは守ります。カサカサしない、ビオレ。人間の英知かける力、羽ばたく翼、それは複合のロマン。今複写機は複合機へ、初めてのイマジオ誕生。 Yes, リコン。父さん、毎日牛の世話大変しょ。まだまだ40代、体に気をつけてお母さんと頑張る頑張る。野菜スープのシーチキン、お父さんのお料理番。いい話は耳で聞きますが、ボラニノールはお尻で聞きます。ジニーはボラニノール。お手当てお早めにね。それはのマイツールというパソコンは仕事を楽にしてくれるそうな。ほうほう。これをツールの恩返しという。みんなのツール、マイツール。 Yes, リコン。ヘイロガンはラッパのマークが目印です。下痢、食あたり、水あたりにラッパのマーク、セイロガンとセイロガン糖衣 A、 対抗薬品です。関西新うどん、関西新うどん、関西新うどんと5分言うと関西新うどんが美味しくなります。新しい関西新うどん。陸と海と空と、小さな引っ越しから大きな引っ越しまで、あなたの街の日通へ。ベビーオイルショックです。オイルなのにさっぱり、ムースで簡単、これ一本のスキンケア、ジョンソンベビーオイルムースタイプ。ロッテリアサンタスタリア、610円がなんと380円。ホットも選べてやっぱりお得。サンパチトリオはロッテリア。いつも一緒にいられたらいいね。カードの中のカード、 UC ハートカード。美しいラストシーンだろお前。この現像はきっとイマジカだな。フラテたイマジカは私の会社だ。私の会社が見てる。きちんとしろ、化粧してこい、正座しろ。こんばんは。映像のイマジカ。肌はツルツル、腰はシコシコ、こういうラーメンをその昔ラウメンと言っておりました。べしませラウメン。日清中華そば、ラウメン。ゼリー状だから垂れない。アロンアルファゼリー状瞬間。竿入れ歯安定剤ライオデントは隙間を埋めて入れ歯をぴったり安定させます。自分の歯みたいです。ライオンのライオデント。洗浄剤も新発売。ご飯が頂点を極めた以上、おかずとしても負けるわけにはいきません。味覚の頂点を極めた仕出し特製ご予約弁当、セブンイレブン、いい気分。地上で一番速い男、ベン・ジョンソン。I was born to run. 走るために生まれてきた強積シエット GP1。 Because of Italia Limo。 この春日本列島がレールで一本になる。 JR の全国ダイヤ改正です。ソフネス。ソフネスは
新しい便秘薬、ハーブの一つセンナの成分を配合。感じます、自然の力。慢性の便秘にしっかり作用して、優しいお通じ。朝にはきっとソフネス。あなたの声をいっぱい乗せて走ります。この春、街に愛される列車ダイヤへ、 JR 東日本。お食事前が効果的、大正漢方胃腸薬。次行くぞ。はい。ハイファイでバーコード、技術が生んだ10万円、ハイファイマックロード F1。 マックロードはオリンピック公式ビデオ機器です。370円のビッグマックが今290円ってことは、たまりませんね。アタック、どうしてスプーン一杯で汚れがよく落ちるのか、まだ半信半疑でしょ。でも一度使いになるとよくわかるんですよ。バイオテックスは木綿繊維のこんな奥へ入り込んで、ミクロの汚れをバイオの力で落とします。ここが今までの洗剤と全く違うんですね。木綿の肌着で白さの違いははっきりわかるんですよ。ぜひ比べてみてください。わずかスプーン一杯で驚きの白さに、アタック。セダンディ、ミラージュフォードアセダン誕生。快適フォルム、快適性能のセダンです。冬の命たち、寒いなと思ったら UCC 缶コーヒー。いくらどんなに切ない夜も、帰ってください、帰ってください。ホームラン券はうまかった。鶏ガラスープのホームラン券。ネスカフェエクセラ。なんとかならないのかしら、この出っ歯。出っ張らないテレビがいい。薄いテレビはナショナル。思い切って決めた。アパートマンション情報がおしゃれになった。新装感。自然のように優しいハーブシャンプー、ティモテ。毎日洗えるティモテ。北欧の7種の野草ティモテ。髪に優しい7種のハーブ。心がけましょう。でも慢性の便秘にはピンクの小粒コーラック。元気だ。スープにコクあり元気度。どうだ。世界が友達です。住友ビザカード。食前の梅酒は体にいいと私の祖母の孫が申しておりました。偉いんだね、その方。あ、私でございます。ビタミン C の入ってるやつ。
ずです。これでしょうか。でも飲めばいいのに。ビタミン C の風邪薬コンタック総合感冒薬。冬はホットでジョージア。お肌の潤いは水分です。だからアルビナアイソトニックミネラル配合でお肌に優しくなじみます。潤い作りにアルビナ。後世シーチキンは歯衣だけです。編集ができる。カラー合成も簡単。撮るコピーから作るコピーへ。ゼロックス5030誕生。できる？うん。頭痛いの大丈夫？うん、今バファリン飲んだから。お手伝いありがとう。つつみバファリン。この形、このやり方、いっぱいいっぱいが新鮮です。このうまさ、おいしいですね。東京乃木坂カフェグレコのグレコパック。職業エディター。主義ベストを尽くす。週末活字を忘れる。男はこうありたいね。アメリカンエキスプレスカード。ご用心、傷をつけていませんか。クリームクレンザージフなら安心。洗浄力もさらにアップ。傷をつけずにきれいにピカピカ。パワーアップのジフ。あ、ニューセルボ12バルブ。結構いい仕事してるな。お姉ちゃん自慢の横丁小町ニューセルボ新登場。お近くのスズキへ。世界が友達です。住友ビザカード。電話で電話の引っ越しができるって知ってた？うん、知ってた。教えてくれてもよかったね。電話の引っ越し電話でできる。116番へ。お早めに。歴史的な美しさと機能的な暮らしとの融合。そこには快適な居住空間が生まれる。日清パレスシリーズ日清神話。外は北風、部屋も暖かく乾燥しています。冬の手はもう枯葉のよう。バセリンローションはクリームのような働きでお肌しっとり。スーッと馴染んで自然な感じを残します。手生き生きと。バセリンローション。私を変えた私のクリニカルビューティー TBC 東京ビューティーセンター。うまいものを見ると菊正が欲しくなり、辛口の菊正を飲むとうまいものが食いたくなる。菊正胸。おいしさの秘密はバターと醤油の北海道フレーバーなのです。カルビーのポテトチップス。バター醤油味新発売。大したうまい。人は今歩くことで遥かに進歩した健康を手にしようとしている。ウォーキングニュー。人間はもっと健康になれる。明治乳業です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
ちゃん来ないで。なっちゃん、一体何をしたんだ。貴様、貴様、貴様。謎の言葉を残し突然姿を消した一人の女。23年前の真相に触れるというのはとても困難なことです。金田一耕助の傑作推理、不死鳥。1月31日夜8時からの新世界紀行は知られざるラスベガス。砂漠に浮かぶ巨大人工都市、そこに住む人々の生活を通し知られざるラスベガスの姿を描き出します。ご期待ください。こんなお家はどうかな。パパ見せて。ドアはセット。アセット。アセットホームは住む人イズム、三菱地所です。瞬間 120% の力が出せる、それが私の誇りだ。ビジネスターザン、サモン内服液。ゲンキドースープにコクあり元気道。どうだ。こんにちは、 TBS アナウンサーの松下健二でございます。さあ木曜日9時からはザ・ベスト10、今週の第1位はって言いそうになっちゃいましたけど、今日はねこういうこと言ってちゃいけないんです。この時間は TBS の誇りますスポーツ番組のあちゃらこちゃらを解説していかなきゃいけないわけでございますね。まず何から見たいですか。じゃあこちらからどうぞ。朝日ビッグスペシャルスーパーテニス、レンドル対ベッカー、グラフ対サバティーニ、1月30日午後2時から放送、お楽しみに。とにかくレンドル、ベッカー、グラフにサバティーニ、世界を代表するスーパースターたちが集います。朝日ビッグスペシャルスーパーテニスはこの後2時からの放送でございます。担当は C の茂アナウンサー、声の旗迷惑と言われておりますが、さて続いてはフットボールをご紹介しなくちゃなりません。アメリカから生でいきましょう。華麗なタッチダウン、パス、そして豪快な肉弾戦、スリリングなラント、これぞアメリカンフットボールの真髄というプレーを見せてくれる第22回スーパーボウル。この後午後3時半からは AFC の代表決定戦、そして NFC の代表決定戦は明日日曜日の午後2時からお送りいたします。そして第22回スーパーボウル全米プロフットボール王座決定戦、いよいよ近づいてきました。来週の月曜日でございます。朝8時半からアメリカサンディエゴより衛星生中継でお送りすることになってます。どうぞご期待ください。実況担当は TBS の石川明アナウンサーです。私の師匠なんで、なんとかうまくやってもらいたいと願っております。続いてこれ。日本でただ一人の世界チャンピオン、井岡弘樹の初防衛戦、韓国のイ・ギョンヨンとの WBC 世界ストロー級タイトルマッチは1月31日。なにわのシンデレラボーイにご声援ください。NBS の城のアナウンサー頑張ってますね。なにわのシンデレラボーイと言っております。世界最年少の世界チャンピオンということで、井岡弘樹くん初防衛戦頑張ってもらいたいと思いますね。日曜日の午後3時からお送りいたします。日曜日はスポーツのイベントが続きます。4時半からはこちらです。日清カップ第7回東京都綱引き選手権の模様をお送りしてまいります。まあ、この全国大会というのが2月の11日に行われますから、その代表を決定するという東京大会、実況担当は TBS の大型フォワード林正弘君です。さあ最後はこれです。88年別府大分毎日マラソン、国内海外からよりすぐりのトップランナーたちが記録と健脚を競う早春のレース、2月7日午前11時50分からの放送にご期待ください。別府大分毎日マラソン、まあ、今年は88なんですが別大マラソンと言われてますが、いよいよ2月7日の11時50分、朝ちょっと早いんですが早起きして見てやってください。まあ、実況担当するのは TBS の私の師匠の石井聡アナウンサー、私は師匠がいっぱいいるんですけど、なんかさっき目白鉢巻きで白整理してましたから、まあ、スポーツアナウンサー実況する人は大変なんですが、さてベスト10は毎週木曜日9時からやってますから、黒柳さんもよろしくと言ってました。ブルーバードに乗ってみましたか。走ることが楽しくなる新型ブルーバード、ブルーバードが好きだ。
髪が傷んでスタイリングがふわっと決まらないなという人に、キューティクルキュのトリートメント、バイスリーヘアボディシェイプ新発売。うん、軽い仕上がり。粗挽きネルドリップ方式ジャイブ、粗挽きネルドリップ方式。うん、キリンの缶コーヒージャイブ新発売。世界が友達です。住友ビザカード。ウォーミングアップ。しっかり運動、たっぷりお野菜、そう、自然なお通じ心がけましょう。でも慢性の便秘にはピンクの小粒コーラック。そこには不思議な感動があった。たった一歩足を踏み出した瞬間から、すがすがしい開放感が体を包み込む。歩幅を伸ばす、強く手を振る、スピードを上げる。人は今歩くことで遥かに進歩した健康を手にしようとしている。ウォーキングニュー、人間はもっと健康になれる。明治乳業です。地上で一番速い男、ベン・ジョンソン。I was born to run. 走るために生まれてきた超積シエット GP1。 とにかく、とにかく金よ。落ちにくい頑固な汚れもギトギト油もとにかく落ちる。お台所のピッカピカに、とにかく金よ。お札どきのお札くんは素直に芋ですという顔をしているところが好感が持てますわ。ナチュラルテイスト味覚糖お札どき。さあ、今年も間もなく悩める女の子たちが救われる日、バレンタインデーがやってきます。皆さんのバレンタインプランはもう決まりましたか？素敵な彼の心を射止めるには、ただチョコレートをあげるだけではなくて、何かワンポイントを添えてハートを捕まえなくちゃね。そこで今日はそんな悩める女の子たちのために、とっておきのワンポイントをご紹介しましょう。あ、ありましたありました。実はこれがその大事なワンポイントになるプリントごっこのスタンプ版、理想科学のスリーマッセなんです。この可愛い卵型をしたスリーマッセで彼の心を射止めちゃおうというわけなんですね。揺れる乙女心を言葉と絵のスタンプにして彼にあげちゃうなんて素敵ですよね。では使い方を水口さんに聞いてみましょう。水口さん、よろしくお願いします。はい、わかりました。ではまず、あなたの気持ちをそのまま絵や文字にしていただきます。私は絵が下手なんですけど、ちょっとやってみますね。はい、手書きだけじゃなくて写真やイラストのコピーでも OK なんですよ。はい。次に書いた原稿と原子になるマスターをこの卵にセットします。あ、なるほどね。それでこのおへそを押すと中でピカッと光るわけですね。あ、本当に光りますね。これでマスターができましたので、あとはこのマスターに自分の好きなインクを乗せて準備完了です。はい。このスタンピーにマスターをつけてちょっと押してみてください。どんな感じでしょうかね。どれどれ。で、可愛い音がしますね。できたできた。ほら見てください、綺麗でしょ。こちらの方がスリーマッセを使って用意したバレンタインギフトの例です。あ、随分と楽しいものがありますね。ほらほら、これなんか面白いですね。可愛いでしょ。あとは皆さんの熱い思いをこのスリーマッセにすれば、彼の心はあなたのもの。はい、今年はスリーマッセでもらいます。うまいこと言いますねというふうに水口さんもおっしゃっていますよ。あなたも今年はこの可愛らしいスリーマッセでバレンタインを必ず成功させてくださいね。ウイスキーの決め手はモルトです。名作はまず香り立つ新リザーブ誕生。
会が友達です。住友ビザカード。色華やぎ、蝶が舞う、花江森デザインのひな人形。人形の旧月。やあジョージ、うまい繊維を見つけたで。こいつを試してみろよ。おいジョージ、聞いてるのかい。山田かつてない繊維飲料、透き通るファイブミニ登場。人間の英知かける力、羽ばたく翼、それは複合のロマン。今複写機は複合機へ、初めてのイマジオ誕生。 Yes, ニコン。すっごいな。ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい。マルダイロースハム、頑張れ日本。